ラルフ・シューマッハは、ドイツ出身の自動車レーサー。元 F1 ドライバー。F1 ワールドチャンピオンであるミハエル・シューマッハの実定。フォーミュラ日本の初代チャンピオンを獲得し、F1 チーム、ジョーダン、ウィリアムズ、トヨタ F1 などで活躍した。兄ミハエルと同じく、カートレース、フォーミュラ・フォードなどを経て、1994年に、ドイツ F3 発参戦。 シリーズ3位に食い込み注目される。翌1995年もドイツ F3 に参戦し、ノルベルト・フォンタナとチャンピオン争いを繰り広げるが、惜しくもシリーズ2位でこの年のシーズンを終えた。同年11月のマカオ GP では総合優勝を果たし、マカオ GP 史上初となる兄弟で優勝の記録を達成する。 1996年全日本 F3000 への参、戦歴を持つミハエルからの勧めもあり、ラルフは舞台を日本に移し、チームルマンより、フォーミュラ日本に参戦、同時に全日本 GT 選手権にもチームラーク、マクラーレンのマクラーレン F1GT-R で参戦した。F 日本では三勝を挙げ初代チャンピオンを獲得し、JGTC でもシリーズ2位と活躍した。また、 この年のみヘルメットを、それまでのベル製ではなく、日本でのメンテナンスの利便性を考え、荒井製を使用している。また、同年8月6日に、マクラーレンから F1 テストドライブのオファーを受け、MP4-11 をシルバーストーンサーキットで、ドライブ F1 マシンを経験した。これは、マクラーレンのボスであるロンデニスが、 翌1997年にテストドライバーとして採用しようと目論んでのテスト商兵だったが F1 実戦へのデビューを望んでいたラルフ側がテストドライバー就任に難色を示したため実現しなかった。1997年これもまたミハエルと同じくジョーダンから F1 デビューを果たす。 第3戦アルゼンチン GEP で3位フィニッシュし、F13 戦からわずか3戦目で、表彰台に登ったが、先行していたチームメイトのジャンカルのフィジケラと、カラミリタイヤに追いやってしまった。速さを見せつけたその一方で、荒っぽいドライブも目立ち、17戦中10戦で、リタイアを喫したが、13ポイントを上げ、シリーズ11位で、デビューシーズンを終えた。 1998年早さを見せる一方で、荒さは相変わらずであったが濡れた路面に対しての高い対応力を見せた。第13戦ベルギー GP では、スパフランコルーシャン特有の雨により荒れたレース展開となる中2くらいでフィニッシュした。チームメイトのデーモミヒルが、上段チームに F1 初優勝をもたらした記念すべきレースに、1から2フィニッシュという形で花を添えた。 続く第14戦イタリア GP でも連続表彰台となる3位を獲得した。このレース後に1999年からウィリアムズと2年契約を結んだことを発表した。最終的に14ポイントを上げシリーズ10位でシーズンを終えた。ウィリアムズ時代1999年名門ウィリアムズに移籍。チームメイトは 前年まで2年連続のカートチャンピオンだった、アレックス・ザナルディだった。この年のウィリアムズは戦闘力に欠け、ザナルディは期待に応えられず0ポイントでシーズンを終えた一方、シューマッハは3度表彰台に上り、第13戦イタリア GP では、自身初となる、ファステストラップも記録した。波乱の多いレースとなった、ヨーロッパ GP では、 非力なスーパーテックエンジン搭載車であったが、マクラーレン・メルセデスを抜くなど一時はトップを走る、奮闘を見せた。結局この年のシューマイ派は35ポイントを上げ、シリーズ6位だった。2000年ウィリアムズは、BMW エンジンを獲得。ジェンソン・バトンをチームメイトに迎えた。開幕戦オーストラリア GP でで3位表彰台と、上場の滑り出しを見せるが、 結局未勝利に終わった。第3戦サンマリの GP では燃料システムのトラブルに見舞われ、第6戦ヨーロッパ GP ではエディアーバイン、ヨスフェルスタッペンと接触しリタイアした。特に第7戦モナコ GP ではクラッシュによりふくらはぎに劣勝を負った。さらに、第8戦カナダ GP ではジャックビルヌーブに衝突されるなどマシントラブルと アクシデントにより7回のリタイアを喫した。24ポイントの獲得にとどまるも、前年より一つ上のシリーズ5位となった。2001年2001年カナダグランプリカート史上、最年少チャンピオンであるファンパブロ・モントーヤを、チームメイトに迎える。第4戦サンマリの GP では、予選3位からスタートして3戦5年目で、F1 初勝利を挙げた。 母国ドイツ GP でも勝利し、この年は最終的に3勝を挙げ49ポイントを獲得し、前年を上回るランキング4位でシーズンを終えた。2002年開幕からフェラーリが圧倒的な戦力を見せつけシーズンを席巻。ウィリアムズ勢は大苦戦の1年となった。序盤の第2戦マレーシア GP で同年、チーム唯一となる勝利を挙げたが、50ポイントを 獲得したチームメイトのモントーヤに獲得ポイントで上回られ、獲得したポイントは42ポイント、ランキング4位でシーズンを終えた。2003年に勝を挙げ、チームもコンストラクターズタイトルに手が届きそうであったが、僅差でフェラーリに敗れた。自身は、自己最多の58ポイントを獲得したものの、ランキングでは5位に終わった。モントーヤは9度の表彰台で82ポイントと、 チームメイトに対し大きく、遅れを取った。このウィリアムズ在籍時代には、幾度かの優勝争いにこそ絡むも、チャンピオン争いをするには一歩足りない状況が続いた。またチームメイトのモントーヤを過剰に意識するあまり、レース中に、同志打ちすることがあった。2004年同年のウィリアムズは、フェラーリだけでなく、BAR やる納勢に対しても苦戦を強いられた。 第8戦カナダ GP では、ボールポジションを獲得し、2フィニッシュしたが、マシンのブレーキダクトの規定違反により失格となった。シューマッハは、第9戦アメリカ GP 決勝で、高速の最終コーナーでクラッシュし背骨を、負傷、6戦欠場を余儀なくされ、結局未勝利に終わった。またシーズン中に、翌シーズンからのトヨ大キが発表され、 6年間在籍した、ウィリアムズからの離脱が決まった。また、同年の日本グランプリ、鈴鹿では、兄、ミハエルが優勝で、弟、ラルフは2位となり、結果的に最後となる、シューマッハ兄弟での1から2フィニッシュとなった。トヨタ時代2005年、第2戦マレーシア GP で5位フィニッシュし、トヨタ移籍後の初入賞を果たした。第9戦アメリカ GP では、 フリー走行2回目で、ミシュランタイヤの問題から前年と同じ、最終コーナーでスピンを起死し,し、予選と決勝を欠場した。しかしこの年はコンスタントに入賞を記録し、ついに、ハンガリー GP で遺跡後発となる3位表彰台を獲得した。また日本 GP で、ポールポジション、中国 GP で3位表彰台を獲得するなど、終盤戦でも活躍した。 1> 計1 4戦で計4 5ポイントを獲得し、43ポイントを獲得したチームメイトのヤルノトゥルーリをドライバーズランキングで上回った。2006年トヨタは前年までのミシュランタイヤからブリジストンタイヤに変更し、序盤は対応に苦労した。第3戦オーストラリア GP ではミハエルのクラッシュ、後続から迫っていたモントーヤのトラブルにも助けられ、 チームにとっても自身にとってもシーズン唯一の差に表彰台を獲得した。終盤から終盤にかけてマシンパフォーマンスは向上するが信頼性が伴わずシーズン全体では18戦中7度のリタイアを喫した。この年は20ポイントを獲得しランキング10位となった。前年に続いてチームメイトのトゥルーリを年間獲得ポイントで上回った。 2007年2007年イギリスグランプリマクラーレント、フェラーリが他チームを圧倒し、その後に BMW ザウバーがつけるという構図が、シーズンを通して一貫していた。その中で、トヨタは、入賞枠を、ルノー、ウィリアムズ、レッドブルラと奪い合う年となった。チームメイトのトゥルーリは、予選では常にその集団から抜け出し、Q3 に進出する一方で、 シューマッハはシーズンを通して予選で中段から後方に沈むことが多かった。ハンガリー GP ではこの年最高の6位入賞を果たし復調の兆しを見せたが結局入賞はこれを含めて3回のみに止まり日本 GP 終了後の10月1日2007年シーズン限りでのトヨタチーム離脱を発表した。今が 新しい挑戦を探すべき時だと思ったと言い残し、3年間在籍したトヨタを離れ、F1 での現役続行を公言していたが、他の F1 チームからの具体的なオファーはなく、この年をもって F1 から事実上の引退となった。同年12月6日ヘレスにて、スパイカー F1 を買収したばかりの F1 新規参戦チームである、フォースインディアの2回目となる。 F1 テスト走行に協力し、スパイカー F87 を走らせたが、シューマッハは、このテストドライブは友人であるビジェーマリアに頼まれて、いたからであって、僕は、フォース・インディアでレースをする気はないとしている。また、2006年から契約をしていたマネージャーの、ハンス・マールとも他元を分かち、ミハエルからも引退を進められたと言われている。 2008年からの DTM への参戦が有力視され報道された際には DTM への参戦歴のあるミハエルから自分たち兄弟は DTM マシーンを早く乗ることは難しいとアドバイスされたという。なお、公認は同郷のドライバーが受け継いでいたことが多かった。トヨタではティモグロックとなり、ウィリアムズではニック・ハイドフェルド、ジョーダンでは ハインツ・ハラルドフ・フレンセンの起用された。DTM 時代2008年メルセデスチームでマーセジズ・ベンズ・ AMG-C クラスを借り、DTM シリーズに参戦。母国ドイツを基盤とするレース活動は F3 時代以来13年ぶりとなった。第7戦ニュルブルクリンクのレースで8位入賞し、初ポイントを獲得。第9戦のカタルーニャでも7位入賞し2ポイント。 獲得したものの DTM 参戦少年は、計3ポイント、シリーズ14位に止まり厳しいデビューイヤーとなった。2009年2009年 DTM 苦戦した2008年で、引退するのではないか、という噂も出ていたが、2009年は、AMG メルセデス C クラスの最新型マシンでの、継続参戦が決まり、シューマッハは、前年は1年落ちのマシンだったが、 今年最新のメルセデス C クラスに変わることは非常に大きなチャンス。2008年が学習の年であることはチームにも明らかなことだった。だから昨年の成績には満足している。メルセデスが最新型マシンを与えてくれたことへの信用に応えたいと思っている。DTM シリーズが世界最高のツーリングカーシリーズであり、 ドライバーは1メートルとコンマ1秒のために激しく戦っている。私がパドックで多くの観客と接することでもわかるように、ファンも私と同じようにこの DTM シリーズが好きだ。観客たちは DTM 以外のどんなレースでもこれ以上のバリューフォーマネーは得ることはできないだろうと話し、DTM とその環境に好感を抱いたとコメントしている。 2009年はわずか入賞を3回、計9ポイントを獲得し、シーズンを終えた。2010年2010年は、ファチームから参戦し、3ポイント獲得に終わったものの、第5戦のリスリンクでは、ボールポジションを獲得。スタートでストールしてしまったが、ファステストラップを記録するなど随所で速さを見せた。F1 デビュー当初から完走すれば入賞できる上位に、 位置することが多かったが、上位走行中のリタイアも多い。トヨタへの移籍後には、ウィリアムズ所属機後班にしばしば見られたような、単純なミスは少なくなった。F1 で6回の優勝と、6回の PP を獲得しており、参戦当時の F1 を代表する、ドライバーの一人であった。記者マイク・ローレンスは、2005年インディアナポリスの金曜、フリー走行でのクラッシュがなければ、 もっと成功を収められただろうという趣旨の分析をしている。F1 速報特別編集、ミハエル・シューマッハ全記録1984から2006、イデア、2007年、P131 ラルフ・シューマッハメルセデス・フォトス、シルバーストーン・モーター・スポーツ・イメージズ、ハットエーシューマッハイにエーマクラレン・マクラーレン F1、公式ツイッター2015年8月27日、 1996F1 総集編 ASF3A 処方。1996年。53ページ。forceindia4mulhteamcompletest.crash.net2007 s, <ペー> <S for for 2007年12月7日。utosport.com2008 年2月21日。 タイヤバイマイクローレンス。F1 通信。http://blog.livedor.jp:/m-a-r-k-zu スラッシュアーカイブズスラッシュ 51588053.html2011 年3月25日閲覧。f1-live.com2006 年9月13日。ラルフ・シューマッハー。 ウィリアムズ再建の鍵は設立者ファミリーが完全に身を引くこと F1 トップニュース2020年6月3日。ありがとうございます。